こんにちは、マーちゃんの前原です。はい、今日はこちらですね。うん、立体図鑑カブトムシクワガタムシです。はい、こちらはですね、エイシンくんが最近ハマっている、カブトムシやクワガタムシのフィギュアが入った図鑑、まあ図鑑、立体図鑑と言ってるから図鑑なんだけど、うん、まあフィギュアですね、うん、今開けます。開けました、まあ、カブトムシから開けますね、うん。ちなみに全てもうセット済みですね、うん。まずはこちらですね、これ紙の一応図鑑が入ってますね、はい、ちょっとペラペラなんだけど、この中に入っている内容物 の、 カブトムシの詳細な説明が書いてあります。はい、はい、ね、フィギュアとはいえちょっとねリアルなので、虫が苦手な方はごめんなさい、今日の動画はですね見ない方がいいかもしれないです。はい、でこれが1番目のヘラクレスオオカブトだね。そうですね、これやっぱかっこいいね。かっこいいですね。これちなみにですね、我々シャーラインジャパンさんとコラボした時に使ったやつですね。はい、はい、あれは本物じゃなくてフィギュアだったんですね、うんうん。こんな感じ、かなりリアルでしょ。うん、かなりリアル。ちなみに、ヘラクレスオオカブトはこの部分が毛なんですけれども、うん、まあ、毛まではさすがに再現されてないですね、うん、色が変わってるだけ、うん。2番がネプチューンのオオカブト。そうですね、基本的に、ヘラクレスオオカブトと形は一緒だね、うん。これもヘラクレスカブト属ですね、はい、で次は3番エレファスゾウカブト。そうですね、ゾウカブトなだけあってちょっと大きめですね。はい、これはゾウカブト科だね、うん。次は4番のコーカサスオオカブト。はい、これやっぱフィギュアだからさ、こう変な風に足曲がっちゃってるけどね、うん、これ入ってた袋のね、方向によってこう足がグニャ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 になっちゃうからね、うんうん。でもすごくリアルだね、うん、このテカリとか、テカリがすごいかっこいいね、うん。これはアトラスオカブトかだって。ああ、なるほどね。次5番は五本角カブト、うん。ああ、五本角ね、うん、五本角1、2、3、4、5。はい、パパは確か虫キングでは蝶が持ってたよね。あ、持ってる持ってるこれ、うん、ちゃんとキラーカードで持ってます。うん、で最後は日本でおなじみのカブトムシ。カブトムシだね、うん。でこれちょっと小さめですね、うんうん、メスかと思うぐらいちっちゃいね、うん。ヘラクレスとちょっと比べてみようか、うん、こんなに違うんだよ。すんごいでっかいよヘラクレス、ね、これちょっと違いすぎる、もうちょっと大きいよね、うん。はい、それで、このようなケースに入っておりましたね、はい。これちゃんとね、こうロックできていいんだよ、うん。でちゃんとお片付けもできるしね、はい。でフィギュア自体はこの木からもちろん離せます、はい。こうやって遊べるわけだ、はいはい。ちなみにカブトムシは英語でなんて言うんだっけ。ライナソレスビーロー。ライナソレスビーローだね、そうだね、はい。シャーラさんに教わったね。次がクワガタムシですね、はい。こちらも開けていきましょう、はい。クワガタムシはなんて言うんだっけ。ステークビーロー。ステークビーローだね、うん。はい、じゃあ開けていきましょう、うん。あ、これも同じようにこの紙の小冊子入ってますね、はい、はい。1番はセモラリスオニツヤクワガタ、うん。あ、これはなんか虫キングに出てないから、うん、うちは知らない、うん。でもちょっと変わってるね、うん、この羽の部分がこういうの黄色なんだね、うん。続いて2番はギラファノコウキリクワガタ。そうだね、はい、もうこれはよくね虫バトルでも出てくるやつだよね、うん。スーパースターって言われてるよね。顎がすごい長いんだよ、うん。ほら、あとこんな時みたいに、そうそうそう、かっこいいな、ね、これはね、かっこいい、うん。まさにこう今こう威嚇してる感じになってますね、うん。で続いては3番タランドゥースオオチアクワガタ。はい、これも虫キングで出てるね、うん。すごいこれもツヤツヤしてて、実際はねもう本当にね、油塗ったかっていうぐらいキラキラしてんだけどね。はい、うん、まあ、見たことないけどパパは、うん。えちゃん見たことある？タランドゥースさんないか、うん。あ、これ見てみたいね、うん。でかなり、ごっつい顎を持ってますね、うん。次はパリー二股クワガタ。パリー二股クワガタ、はい、なるほど、うん。これなんかセアカ二股クワガタに似てんなと思うよ、ね。あ、同じ種族なんじゃないの、うん、二股クワガタですね、うん。そっかそっか。でこの顎がこう何鹿の角みたいになってる、うん、あのオオシカクワガタみたいな感じになってますね、うん。ほら次が5番、黄金鬼クワガタ。黄金鬼クワガタですね、うん。これもう本当にキンキラキンなんでね、うん。これはパパも本物見たことある、うん。裏側までキンキラキンなんだよね、うん。変わった虫だよね、うん。次は6番、日本でおなじみのオオクワガタ。オオクワガタですね、うん。A ちゃんは友達の家でオオクワガタを、ああのでっかいやつね、うん。写真こう載っけとこうか、うん。そう、このねすごいでっかいエイシンクの手にね、うん、これ本物ですから、うん。本物がこうやってこうやって挟んだんだよ。あ、挟んできた、痛かった、うん、痛かったけど
昼はしなかった。そっかそっか、うん、最後が虹色クワガタ。ああそうだね、これがエイシンくんが初めて触ったクワガタでしょ。はい、虫館なんだっけ、昆虫館かなんかの館長さんがこれエイシンくんに触らせてくれて、うん、ここ両手にね乗せたみたいだね。うん、オスメスを乗せてくれたんで。この写真あるかな。うん、あ、写真あったらここに載せたいと思います。はい、あ、写真ありますね。うん、こうやったね。そうそうそう、はい、そんな感じで全ての虫を紹介してみましたけれども、はい、こうやって並べてみるとすごいね。うん、で注意しなきゃいけないのはこれね、うちの奥さんは虫があんま好きじゃないのよ、うん、はい、だからこれを例えばねソファーの上とかにこうやって置いとくと、うん、ゴキブリと間違えてすごいびっくりするから、うん、だからくれぐれももうこれで、ね、うん、虫とかで遊んだ後はもうこれボックスにしまう、うん、はい、もうこれ必ずやってください、エイシン君ね、うん、はい、はい、ということで今回は立体図鑑カブトムシとクワガタムシでした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方は高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録に一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。